10歳未満ですよ。10歳未満、要は0歳か9歳までの子供でインフルエンザで重症化になっている人たちは足してもね、900人以上8ヶ月でいるということです。全国であくまで参考程度ですけども、こういうふうな感じで出てるわけですよね。じゃあ現状とね比べてどうなんでしょうかと、子供たちの致死率が高くなっていると、コロナで高くなっ、こんにちは、しんすけです。今日はですね、コロナとインフルの関係ということで話していこうかなと思ってます。今までですね、 YouTube でコロナとインフルエンザをこう比べるような動画っていうのはほぼ消されるというふうになってたんですけども、まあ、YouTube ではどうかわかんないです。ただ国としてはですね、季節性のインフルエンザとコロナっていうものをアドバイザリーボードでも比べ出したんですね。その比べ出したっていうことは、まあ、事実なので、僕はですね、今回厚生労働省が出しているアドバイザリーボードが出しているというデータをもとにですね、比べていこうかなと思ってます。その前になぜこれをね取り上げたかというとですね、実際にこれをね見てほしいんですよ。こちらですね、ラジオ動画でも言ったんですけども、コロナ致死率60代70代は 0.18%、 昨夏以降低下、厚労省発表ということで書いてるんですね。まあ、内容自体はだんだんとコロナの致死率っていうのは下がってますよというような内容なんですけども、まあ、こういう文章が書かれてるんですね。でこれはですね、まあ、下のね概要欄にも貼っておきますんで、記事を見たい方見ていただければなと思うんですが、実際にこういう記事が出てきてるわけなんですよ。じゃあ何を元に判断したのかと、こういう記事が出てきたのかっていうことをですね、皆さんと見ていきたいなと思ったので、今回はね動画にすることにしました。で実際にですね、使っているデータですね、厚労省が使ったアドバイザリーボードが使ったデータを元にですね、ちょっとね見ていこうかなと思ってるんですが、このようなね数字が出てきてます。こちらですね、令和4年1月から8月における新型コロナの重症化率、致死率についてということで、今年の1月から8月ですね、要は参議院選が終わった後ぐらいまでっていうことですけど、それまでの致死率ということをね書いてくれてます。これね、注意しないといけないのがですね、3つの県のトータルということで書いてるんですね。石川県、茨城県、広島県のデータをベースにやってますよということなので、全ての都道府県を入れてるわけではないということですね。その3つだけで比べた時にっていうことをベースに考えていった時にどうだったのかなっていうことなんですよ。僕はね注目しているのは、それぞれの段、こちら下の表に書いている令和4年の1月から2月、3月から4月、5月から6月、7月から8月っていうことで、まあ、それぞれイベントがあるわけですよね。例えば1月から2月っていうとですね、5歳から11歳のワクチン接種が始まった時期です。これに関してね、最初努力義務っていうのをつけなかったんですね。つけなかったんだけども、後でつけ始めましたということで、本当に必要だったんだろうかというところですね。そこの判断材料としてこういうものがね、用いられるんじゃないかなと思うんですね。実際に東京で2月から打ち始めてるということで、5歳から11歳が開始になってるんですけども、ここ見てください。これ3件なので、数字としては小さいのかもしれないんですけども、重症者というものはですね、10歳未満では4人、10代、11歳は0人ということで、10歳、11歳も含まれるということで見てもですね、まあ重症者ってほとんどいないんですよね。じゃあそれに比べて、50代では13人、60代では40人ということで、もう50代以上はですね、桁が2桁以上になってるということですね。重症者は2桁以上ですよ。で、その中でですよ、さらに年齢が上がるにつれて死亡者数も増えてるということで、60代は20人、70代は66人、そして80代が145人、そして90代以上ですね。90代以上もそんなに人数いないはずなんですけども、90代以上が134人ということで、もう圧倒的なんですよ。こうやって見るとね、10代の4人って多いんじゃないかって思うかもしれないんですけども、感染者の人数見てほしいんですね。90代と10歳未満っていうのは、8倍から9倍ぐらいの差がありまして、9倍ぐらい多い人数に対して4人です。逆に90代とかは、9分の1しかいないのに、感染してる人が9分の1しかいないのに、重症とか亡くなってる人が多いという現状ですね。しかもですよ、もっと言うと、2月からこの10歳未満の人たちはワクチン接種が始まってるんです。ただし、この90歳以上、もちろんね、90歳だけではなくて、成人の人ですね。成人の人は、昨年の2月からですね。昨年の2月からワクチン接種が始まってるんですよ。そう考えるとですね、本当に子供たちにワクチン接種、努力義務をする必要があったのかというとですね、まあ僕はないんじゃないかなと思ってるんですね。で、その判断をしたのがいつかっていうと、3月、4月、まあ5月ぐらいの、この時期なんですけども、この時期にいろいろ判断をするっていうことでね、判断材料として使った時期がこの時期なんですね。
で、この時期を見てみると、10代未満、そして10代。ここら辺が、まず3月から4月のところですよ。トータルで10歳未満と10代合わせて6人なんですよ。に対してですよ。に対して、70代、80代、90代の人たち見てください。非常に多いんですよね。変わらず多いわけですよ。例えば70代だったら57人が重症化。80代だったら71人、90代だったら48人ということで、上の人数に比べたら少なくなってるっていう感覚はあるかもしれないんですけども、そもそも感染をする人自体も少なかったんですね。確かに1月から2月に比べては少ないんだけども、他の年代に比べたら圧倒的に多いのはこの高齢者の層だったよねということになるわけです。しかも死亡者数ももう10代未満から20代、30代にかけてもですね、ゼロというような感じで数字になってるんですけども、40代以降は亡くなってる人が出てき始めて、圧倒的に70、80、90以上が亡くなってるという現状なんですよね。これは5月でもほぼ変わらないです。はい。亡くなっているのは30代以下はゼロということで、この石川、茨城、広島、この3県に関しては、亡くなっている人は1月から6月でいないということですね。30代以下はいないということになっているわけです。高齢者だけでしたということになっているわけですよね。んで、ここをベースにして、ここを考えた上で、努力義務をつけますみたいな感じになったんですよ。結局なぜかっていうと、接種率が低かったから。でも、接種率が低かったとしてもですね、本当に必要なのかというところは、こういうところから見ないといけないと思うんですけど、僕はね必要とは思えないんですよね。圧倒的に必要とは思えないんですよ。でなぜかっていうのは後でねお伝えをしようと思うんですけども、まず亡くなってる人がほぼいないんですよね。特に10代未満とか10歳とかいないんですよ。いない中で現時点でも30人ぐらいかな、10歳未満でも30人前後ぐらいですよ。それぐらいの人数が亡くなりましたよみたいな感じでね発表されてるんですけども、まあ、それって3年間のトータルですからね。1年間で30人亡くなったっていうわけではないですからね。ここは知っておかないといけないし、オミクロンに変わって感染が強くなって亡くなってるんです。この1年で亡くなってるんですっていう話をしたとしてもですね、じゃあそれが大きな問題なのかと。先ほど言ったように、厚生労働省のアドバイザリーボードはインフルエンザを一応ね、参考として挙げてるわけですよ。じゃあその参考と比べてどうなのかというところをしっかりと見ていかないといけないなと思うわけですね。で、第7波というのが7月8月に来ますけども、その第7波という波が来た時はですね、やはり子供たちの重症化も多いんだけども、死亡してる人は10代、10代未満ではいなくて、20代で1名、3件の中ではいましたということになってるんですけども、7月から8月圧倒的に70、80、90、なんですよ。重症になっているのは70代で104人、80代で191人、90代以上で164人、そして亡くなっているのは70代で76人、80代で165人、90代以上で157人ということで、まあ、圧倒的に高齢者ということで、波が来るたんびに重症化になり、そして亡くなるっていうのはもう高齢者がほとんどだよねということがこちらでもわかりますよね。で、今回はですね、この60代、70代で7月から8月の第7波と言われているところでは、致死率が 0.18% だったということで言われてたんですけども、実際にですね、僕のデータというか、僕がね、今まで計算してたデータも実はあってですね、それもね、ちょっと参考に見ていただこうかなと思うんですけども、それがね、こちらになります。これですね、全数把握をずっとしている時の7月から8月の数字になるんですけども、実際は7月の19から8月の16なので、僕はね、2ヶ月間、7月の1日から8月の31日まで、この丸々っていうことではなくて、本当にその中の1ヶ月間だけですね、その数字っていうものを出してるんですけども、このような感じになってるんですね。で、こちらと先ほどのデータが何が違うかっていうと、こちらは全国の人数になってます。そして、全国の人数に対して全国で亡くなった人はどれぐらいかっていうね、すべての人たちっていうものをベースに考えているのはこの数字です。先ほどは石川県と茨城県と広島県の3つの県だけでの数字になるので、まあ、誤差は全然出てくるんですけども、ただですね、これ見てほしいんですけども、60代、70代が 0.18% にはならないんですよ。当時の全国でどれぐらいだったかっていうのを全部出してるんですけど、 0.18% には絶対ならないです。なぜかっていうと、60代が致死率が 0.03% だからです。で、70代に至っても 0.15% なんですよ。なので、ここを全部足したとしてもですね、ガクーンと下がってくるということで、もう 0.1% とかじゃないですか。 0.1% とか 0.1% 切るぐらいになるんじゃないかなっていうところになるわけですから、3件よりも明らかに少ないっていう形になりますね。3件よりも明らかに重症者とか死亡者っていうのが少ないよねっていうのが、ここからもわかるんじゃないかなと思うんですね。こうやって考えるとですね、7月の段階で僕はね、全国でこうなんだという数字を出してるわけですよ。厚生労働省のアドバイザリーボードは3件だけの結果をやっと12月になって出してきてるわけですよね。7月のデータを12月に検証して、
こうなんだ、そしてこれを参考にしていくっていう、もうね、何ヶ月経ってるんですかと、半年以上経ってやっとね参考にしていくんですかと、非常に遅いわけですよね。本当にちんたらしてるというのが、まあ、実際のところかなと思うんですが、僕でさえですよ、こうやって数字を出せるわけですよ。出そうと思えば出せるし、赤字でね書いてるところは70代と80代だけで亡くなってる人は何パーセントですかっていうと、全体の 90.8% が70代か80代なんですよ。そして60代まで入れちゃうとですね、全体の 95.3% が60代以上の人たちが亡くなってるということなので、50代以下の人たちっていうのは 4.7% なんですよ。全体の 4.7% が50代以下でコロナで亡くなってるという人たちなんですけども、この第7波ですよね。この7月から8月って第7波なんですけど、この第7波の時っていうのは50代以下の人で、コロナの直接死因で亡くなっている人はほとんどいないんですよ。2割ぐらいなんですよ。2割ぐらいっていうことは、この亡くなっている 4.7%、この 4.7% の中の2割がコロナが関係して亡くなってるんじゃないかっていうことも、アドバイザリーボードのね、数字からも出てくるわけですよね。大阪のね、データを出してきてて、その大阪のデータの中で、50代以下の方たちの死亡でコロナの直接死因じゃないっていうのをね、しっかり出してくれてたわけですよ。その時に50代以下に関しては、コロナの直接死因が2割とか、そんくらいしかなかったんですよ。それぐらいしかなくて、っていう感じだったんですね。60代以上になってくると、コロナの直接死因が半分ぐらいになってき始めるねっていう、少しずつ増えてね、コロナの直接死因が多くなってるねっていうのはなるんですけども、50代以下ではほとんどないと。ただ、カウントとしてコロナで亡くなったというふうにカウントしてるから、そのような数字になるわけですね。コロナ死っていうので50代以下でこのような形になると。だからこれ見てもらったらわかる通りで、コロナで亡くなった人の全体の 95.3% が60代以上です。重要なのは60代以上が 95.3%。その中の多分半分ぐらいがコロナの直接死因だろうなっていう感じですね。もっと言うと、この50代以下に関してはですよ、 4.7% が50代以下なんですよ。全体の死亡者の 4.7% が50代以下なんだけども、このうちの2割ぐらいですね、2割ぐらいしか直接死因じゃないよねということが想像できるというふうに考えたときに、もっともっと低い人数になるんじゃないかな、コロナの直接死因でっていうことになるわけですね。そうなると、じゃあってことになるわけですよ。なんで夏でこんなことが分かってる、もう僕でさえ分かってるわけですよ。ずっとおかしいって言ってて、このデータっていうのは8月の終わりには作ってるわけですね。ということは12月にならなくてもこの数字なんて出てくるわけですよ。そんな中でね、先ほどの石川県とか茨城県とか広島県とかね、ああいう数字よりも明らかに少ないんですよ。あの3県だけね、ピックアップをして出すと 0.18 の致死率なんだけども、全国的に見るとこれの方が絶対に近いです。こちらの方が1ヶ月っていう期間が短いんだけども、第7波っていうものの中のちょうど中間ぐらいの時がここなので、ここでね、両サイドが削れてたとしても、要は7月の頭と8月の終わりが削れてたとしてもですね、まあ、大体このような感じになるよねっていうのが、これで致死率が70代で 0.15、 60代で 0.03 っていう感じになるよねということなんですね。ということはですよ、こういう数字ってその月にできるわけですよね。見ることができるわけですよ。見ることもできるし、この数字をもとにですね、例えば秋口からはこういう対策をしてくださいとか、多分冬には第8波が来るので、そのためにはこういう対策をしていこうと思いますっていうのを9月10月で計画してね、国民に教えるとかいうタイミングがあったはずなんですよ。にもかかわらずできなくて、昨日東京都知事は医療の逼迫っていうことで一番マックスのグレードに上げてると、逼迫のレベルが赤ですよみたいな、一番マックスですよみたいな感じになってるわけですよ。何も対策してないわけですよ。そしてアドバイザリーボードも12月になってやっとでしょ。こんなふざけたことをね、続けていると絶対にコロナ禍で終わらないですよ。だって今ね、こうやって12月で決まりました、12月でこうなりましたってなったとしてもですね、また半年経ったらいつですか、6月ですよ。6月に今のデータを参考にして出してくるわけでしょ。そしたらまた6月は何を見るかっていうと、第8波のデータとか見出すんですよ。遅いんですよ、もう半年遅いんですよね。検証する時間がもう明らかに長すぎる、もうちんたらしすぎてるっていうのが現状ですよ。僕はもうこれに関してはすごい憤りを感じますね。もうこういう数字っていうのはすぐ出そうと思ったら出せるはずです。そこに時間を割いてもらう人を専門家として政府は雇わないといけないはずなのに、それを雇えてない、まあ頼めてないっていうことですね。厚生労働省は頼めてないというところは本当にね、怠慢だと僕は思ってます。ここの部分に関してはもっとね、スピーディーにやらないといけないことだと思ってるので、このスピーディーにできる人たちを選んでいくということも非常
常に重要なんじゃないかなと。自分の仕事が忙しいからできませんっていう人を選ぶっていうことはナンセンスじゃないかなと思うんですね。これなぜかというと国民の生活に直結するからですよ。直結することは即データを見て早く判断をして、じゃあどうしないといけないのかっていう行動指針ですよね。この行動指針っていうものを早く出さないといけないけど、ずっと出せてないんです。この3年間1回も出せてないんですね。それが現状です。それをまず知ってほしいなと思ったんですよね。なので厚生労働省のアドバイザリーボードが3件でのデータで出してるんですけども、その致死率よりも明らかに全国的に見たら減りますよというこの感覚は持っていてほしいなと思います。ここはある種ね、騙されないでほしいっていうわけではないです。3件ではあれが正しいと思います。60代70代で致死率が 0.18%、 あれは正しいと思います。だけども全国で見た時に感染者が多いところって石川県とか茨城県じゃないんですよね。圧倒的に東京だったり愛知県だったり大阪だったり、まあ福岡もそうですけど、多いわけですよ。そうやって人口が多いところがブワーっとね、感染者が多くなってて、それに対しての致死率っていうのを見ていくと、感染者、まあ陽性者は多いんだけども、亡くなってる人はそれに比べたら少ないよねと、その3件に比べたら少ないよねっていうことがわかるのかなというふうに思いますので、まあ、逆に言えばですね、人口が多いところの方が感染が広がる。これはまあ普通のことだと思うんですけども、広がったとしても、陽性になったとしても、亡くなる人は割合としては少ない可能性は高いよねということですね。この感覚っていうのはすごく大事だと思いますし、その数字っていうのもですね、それぞれの都道府県出してくれてますので、ぜひね、そういうところで見ていただきたいなと思います。そして最後にですね、アドバイザリーボードインフルエンザと比べ出したんですよ。もうね、そろそろ比べないとねっていう話をずっとしてたんですけども、やっとなんですけど比べ出しました。それがですね、こんな感じになってます。インフルエンザ重症化致死率についてということで出してくれてます。これ2017年の9月から2020年の8月までということで、3年間のデータをこの緑色のところでは出してくれてます。それに対してですね、季節性のインフルエンザ3年間で10代未満重症者はですね、2195人いるんですよ。2195人。10代未満は632人。これも3年間のデータですよ。なので同じぐらいの期間なんですよ。同じぐらいっていうのは、僕たちがコロナを経験している2020年の1月から今までっていうね、この3年間です。約3年間の期間と、ここで見ている期間っていうのはほぼ同じ3年間です。その中で10代未満の重症者は2195人もいたんだということ、10代は632人もいたんだということですね。20代に至っては471人、30代は728人ということで、10代未満でインフルエンザで重症になっている人たちは非常に多かったんだということなんですね。ここはね、知っておかないといけないんですよ。知っておかないといけないし、だからといって若い人たち、子供たちにコロナみたいにインフルエンザを打て打て打てとかっていうアナウンスないんですよ。インフルエンザを打てますよみたいなね、母子手帳に書いてますよぐらいはあるんだけども、コロナみたいにもう広告みたいなボン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 出すっていうことはないわけですよね。だけども致死率はこれだけあったんですよ。例年っていうことですね。3年間の合計でこれだけあったってことですね。そういうことを知っておかないといけないし、もっと言うと60代以上なんていうのはインフルエンザで亡くなってる人たちっていうのはめちゃめちゃ多くて、60代亡くなってる人ですよ、死亡者数は2019人、70代は4856人、80代は11184人、90代以上は8114人ということで、ほとんどが占めてるわけですよ。重症化率に関しても、ここに書いてある季節性のインフルエンザは 0.03 とか、致死率に関しても下を見てください。90代以上が 3.06、80代が 1.31 ということで 1% 以上ということになってますけども、70代以下でもうすでに 0.34 とかなんですよね。60代も 0.09 ということで 0.18 よりも高くなりますね。60代と70代を足した致死率っていうものは 0.18 よりも季節性インフルエンザの方が高いということになるわけですから、そう考えるとコロナの方が今の現状としてはですね、致死率は低いんじゃないのかなという判断の参考資料としてつけてるんじゃないかなと思いますね。で、新型インフルエンザ A ということで書いてますけども、大体インフルエンザ A っていうのは後半に増えてくるかなというふうに思ってます。まあ後半って言っても1月の終わりとか2月とか、最初の方はね、12月とかは大体 B がね、流行るなっていう印象なんですけど、だんだん A に変わってきて増えるというそのタイミングだと思います。こちらはですね、2009年の7月28日から2010年の3月16日までに自治体から厚生労働省に報告された死亡例及び入院サーベイランスによるというものを書いてますね。なのでこちらのデータは約8ヶ月間ですね。8ヶ月間のデータでどうなってるかなっていうところだと思います。8ヶ月間ですよ。今コロナ禍は
3年間で子供たちのっていう風になってますけども、これ8ヶ月間です。8ヶ月間でインフルエンザで重症化になった人たちは0歳から4歳で291人いました。8ヶ月でです。死亡した人は8ヶ月で20人でしたと。5から9歳は8ヶ月で645人重症になりましたと。死亡者は8ヶ月で13人、5歳から9歳は亡くなっていましたと。10から14歳は190人インフルエンザで重症になってますよねと。8ヶ月間で。そして死亡者は5人でしたよと。15から19歳も53人重症化になって3人亡くなってますよ、インフルエンザでっていうことで書いてますね。まあこういう形でですね、8ヶ月間の計算をするとですね、こういう感じで亡くなってるんですよということで、まあ書いてますということですけど、まあ注意しないといけないのは、赤字は公表の値、黒字は赤字を用いて算出した数字ですよということになりますから、これはですね、出してくれてる数字っていうものを書いてるんだけども、あくまで一参考として見てくださいねということで書いてますから、まあ、参考程度でということで見たとしてもですね、まあ、かなりね、多いよねということがわかるのかなと思いますね。まあ、なぜかっていうと、まあ、ちっちゃく書いてるんですけども、インフルエンザ定点から報告された患者数から推計された推計受診患者数で除して算出しているということで、厳密な意味での重症化率、致死率ではない点に注意してくださいねと、留意してくださいということで書いてますから、まあ、あくまで参考です。これは参考なんですね。インフルエンザの重症化率、致死率は参考ということで、参考程度に見るんですけども、それでもですよ。それでも、やっぱ多いですよね。何が多いかっていうと、10歳未満ですよ。10歳未満。要は0歳か9歳までの子供で、インフルエンザで重症化になっている人たちは、足してもね、900人以上、8ヶ月でいるということです。全国で。そして、死亡者っていうのも、0歳から9歳だけで見るとですね、この数字だけ見ると足したら20と13足して33人亡くなってるということです。3年間じゃないですよ。8ヶ月間の数字です。これがインフルエンザのあくまで参考程度ですけども、こういう風な感じで出てるわけですよね。じゃあ、現状とね、比べてどうなんでしょうかと。子供たちの致死率が高くなってると、コロナで高くなってるって言うんだけども、それを高くなってると捉えるのか、まあ、今回のね、参考データをもとにですね、そうでもないんじゃないかなって捉えるのか、まあ、それぞれのね、専門家の意見もあるとは思うんですけども、僕としてはですね、そんなに変わらないと思ってるんですね。これ僕の意見ですね。僕の意見なので、専門家によってね、やっぱ意見が変わってくると思うんですけども、そんなに変わらない。むしろ、インフルエンザの方が、この数字を見る限りは多いのかなっていう感じはします。まあ、期間が違いますからね。今のコロナ禍っていうのデータは3年間ですから、そういうのを見ると、まあ、インフルエンザの方が多いのかなっていう感覚は受けますけども、何回も言うんですけど、あくまで参考程度の数字として出してるので、まあ、きちんとした数字ではないっていうところを考えると、そういうのを加味すると、100% こうだということは言えないんですけども、まあ、厳密な数字じゃないにしろですね、それでも高いよねというふうに僕は思ってしまうなっていうところですね。なので、こうやって厚生労働省が数字を出してきてるんですけども、遅いんですよ。めちゃめちゃ遅い。出し方が遅いんじゃなくて、出すまでが遅いんですよ。遅すぎるっていうのが1ヶ月遅いよねとかじゃなくて、半年かもかかるっていうこの現状。そしていざこうやってインフルエンザの数字が出てきた時にですね、いやって、これおかしくないですかっていうような、こういう風になってしまう。いや、参考だけども、これと比べたらちょっとっていう風にクエスチョンになってしまう、頭をかしげてしまうような、そんな現状になってしまう数字がポンポンポンと今出始めてるということですね。こういうのを参考にしてですね、今後検討するということですので、ぜひ検討するんであればですね、来月の一発目ですね、1月の一発目のアドバイザリーボードで、こうしますという結論を出していただけるというぐらいまで検討していただかなければ、ここはね、もう納得できないんじゃないかなと思うんですね。いつまでやんのって話になってくると思うんで、ぜひね、来月の一発目のアドバイザリーボードの話し合いの時には、こういう方向性でいきますっていうね、結果を出してほしいなと思います。無理だと思うんですけど思ってますということでね、今日はここら辺にしようと思います。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。